日原昭蔵明治37年1月26日は、幕末、明治初期の調布藩士、自治新保記者、実業家、愛知県市範学校、静岡第一市範学校の校長を務めた。筆名は、豊浦聖。長戸国豊浦郡調布に生まれ、藩校、軽業館と修道場に学ぶ。調布藩士として1869年に、北越戦争、 越後父母兵として出兵し、新潟映画校の教授、サミュエル・ロビンス・ブラウンに映画を学び、1870年に、ブラウンの高島学校就任への横浜遺跡に、随行。1871年、大阪改正所で、小泉新吉に指示した。1872年、小泉の帰郷に伴い上京し、福沢諭吉に認められ、慶応義塾の教員となる。 1875年に愛知県市販学校校長に就任。ついで静岡市販学校校長となる。1877年には文部省の百科全書の翻訳に参加し、工学及び音楽の翻訳を担当した。三菱商業学校などで教弁を取った後、1880年に横浜商金銀行へ入校し、小泉と共にロンドンへ投影。 約4年間を英国で過ごし、ロンドン通信を時事新報史上に掲載した。1885年3月に帰国し、1887年、サンフランシスコ支店長として渡米。1891年3月、ニューヨーク支店長転勤に伴い、賞金銀行頭取、原六郎の失脚に準じて、職を自主帰国した。その後、郷里で、 陰遁生活を続けた。ついで、就寝要領の編纂に参加した。時事新報社説への寄稿は1900年以降のものに、限っても200篇以上が確認されている。丸山真男の調査によれば、脱亜という語句が使用された、最も古い資料は1884年11月11日に、時事新報に掲載された、社説、日本派東洋国たるべからずである。 執筆したのは、豊浦聖という筆名の日原昭蔵である。この写説の中で、高赤いに対して、脱赤いという語句が用されている。この写説において、高赤いという語句が5回、脱赤いという語句が1回使用されている。この写説に関しては、丸山は、脱赤いという語句がアイロニカルな表現であると指摘している。そして、この、脱赤いという表現がアイロニカルで、 シニカルだから福沢が脱アロンという社説の題名に使用したのではないかと推測している。補充を作成した岡部康子はロンドンに在住していた日原昭蔵がロンドン通信という形で大英帝国の実情をリアルタイムで福沢に伝えていたことが福沢の国際認識に影響を与えていたと指摘している。豊浦聖。 日本派投票国たるべからず。自主進歩 h t t p b l e c h m u s i k 1 2 j p resources/hirayama/editorials/1884/18841111.pdf2016 年4月17日閲覧。豊浦星。 日本派投票国たるべからず。自自信法。http://blechmusik.12.jp/sources/hirayama/editorials/1884/18841113.pdf2016 年4月17日閲覧。豊浦星。 日本派投票国たるべからず。自自信報、http bl e c h m u s i k dot twelve o t j p スラッシュリソーシ h i r a y a m a ス e d i t o r i a l s 1884 18841114.pdf2016 年4月17日閲覧。ありがとうございます。